パスマイナス -22 は、パンナムサットの静止通信衛星である。アジアサットのナザット t 3として打ち上げられたが、打ち上げに失敗して、使用不可能な軌道に入ってしまい、月の重力を利用して使用可能な軌道に復帰した。パス -22 の1997年12月24日から1998年6月30日までの、 地球周回軌道のアニメーションパス -22 月地球ナザット3はアジアの通信、テレビ放送を提供する香港の企業アジアサットによって1997年12月24日にプロトンロケットにより打ち上げられた統計105.5度上の静止軌道に投入する予定であったしかし衛星自体は完全に機能しているものの 第4弾ロケットの故障により、正式軌道には投入できず、51度と非常に傾斜した楕円軌道に投入されてしまった。保険会社により、全損と宣言され、保険金により1999年に、大体のナザット 3S が打ち上げられた。ナザット3は、保険会社との利益分配についての合意に基づき、ヒューズグローバルサービスに移管され、 hgs-1 となった。エドワード・ベルブルーノとレックス・リデノーレはこの問題についての話を聞き、ガッツ・スイング・バイを利用した3から5ヶ月かかる低エネルギー繊維軌道により地球を周回する静止軌道に衛星を投入する方法を提案した。ヒューズにはこのような距離で衛星を追跡する能力はなく、この軌道は使えないと考えた。ヒューズはその代わりに アポロ計画でも使用された自由機関軌道を使用した。この軌道ならば数日しかかからず、また、この軌道は、ヒューズの主任技術者、ジェリー・サルバトーレが設計し、特許を取得していた。この操作では、軌道傾斜角は40度しか取り除くことができず、衛星は、対地同期軌道に投入される。ベルブルーノの方法ならば51度の傾斜をすべて、取り除き、 正式軌道に投入することができた。ヒューズは低エネルギー軌道繊維を完全に活かすことはできなかったが、衛星の救助の鍵はガッツスイングバイを使う洞察だった。おコンポによると、ヒューズはリデノーレから連絡されるまでこの方法を検討していなかったが、ヒューズの技術者は月面フライバイ事業に携わっており、彼が連絡を取る前に、 月面スイングミッションの設計に取り掛かっていたと述べている。衛星に搭載された推進材と月の重力を利用し、周回中に何度か近地点での操作を行うことにより、軌道の遠地点を徐々に増加させた。1998年5月に月面から 6200km 離れたところで月フライバイを行った。結果的にこれが、 史上初の商用ガツ飛行となった。その月の後半に 34,300km の距離で再度のガツフライバイを行い、軌道傾斜度をさらに改善した。これらの操作により衛星の推進剤の大部分を消費したが、ガツスイングバイを使わない方法よりもはるかに少なかった。残りの燃料で通常の衛星の半分の寿命を持つ静止衛星として、 衛星を制御することができた。これは全村と宣言されたことを考慮すると大きな利益である。その後、衛星は成形150から154度で静止軌道に投入された。衛星が安定した軌道に乗ると衛星に対しソーラーパネルを展開するよう命令したが、二つのソーラーパネルのうち片方しか展開されなかった。これは 最終的な軌道に遷移している間、衛星の設計範囲以外の温度にさらされたために、ソーラーパネルのテザーが正しく動作していなかったことが明らかになった。1999年、HGS-1 はパンナムサットに売却されて、パス -22 に解明され、成形60度に移動した。2002年7月に活動停止し、墓場軌道に移動した。ありがとうございます。